連覇を狙ったパリ五輪では、45秒間のランのに、3本目に点数を伸ばせず10位に終わった。それから1ヶ月余りで再び大舞台がやってくる。8月の記者会見では、五輪で流行りたいことが何もできず、決勝にも行けず悔しかった、と振り返った。同時に、1年前は怪我もあって出られなかったけど、この1年で復活できた。また楽しみたい。 との思いも湧いてきたという。東京五輪で頂点に立って以降も、女子パーク界を牽引,牽引してきたよそずみが再び日本で輝きを放ったのが22年のこの大会だった。空中で体を1回転半する大技、540、540起きたりと決めた。キャリアに欠けていた X ゲームズのタイトルを初めて獲得。 母の誕生日に金メダルという最高の贈り物ができ、幸せな記憶が刻まれた。ただ、23年からはいばらの道を歩んできた。練習中に右膝の高十字人体、人体を断裂。同年の X ゲームズ千葉大会も欠場を余儀なくされた。本当に戻って来られるか不安だった。恐怖心とも向き合う日々が続いた。 パリ五輪の予選大会でも当初は大技を封印。うずうずする、と言いながら、さらなる怪我防止のために一日中滑っていた練習は4時間ほどの短期集中型へと変えた。負傷箇所を守るためにジムで膝や下半身の筋力強化に励み、コース縁、リップ、ニータをかける箇所を変えながら滑るといった繊細な技をさらに磨き、トップシーンに戻ってきた。 世界ランキング3位で臨んだパリ五輪では思うような結果が出なかったが、このままだと自分が納得して終われない。まだ勝てると思うし、全部を出し切っていない、と下を向くことは一切ない。いい意味でプレッシャーがなくなった。追いかける側になって一瞬一瞬を楽しみたい。